な。ブルメガネ、セコメガネ、逃げメガネ。いやゲーム変わってるもん。いやこれ競技性高いっすわ、このモード。競技性高い。せっかく一緒にできたのに。そうだよね、なんかね、わかるわかる。とんでもないっす。はい、気を取り直して、うん、続いてはですね、うん、EA からいただいたカスタムキーを使ってレムジーオリジナルルールのカスタムマッチをやっていこうかなと思います。はい、題してスタイリッシュヌーブ討伐チャレンジ。今度は討伐チャレンジ。討伐敵なんですね俺。スタムさんを討伐しようという、おう。クエストじゃねえ、チャレンジ。今回はですね、射撃訓練場でスタヌさんに対して、2人で挑んで、まあ、2対1ですね。で3分以内にスタヌさんを討伐できるかというチャレンジになっております。ルールはですね、はい、我々レムジーチームは、うん、殴りのみ、パンチだけ、武器使用禁止。で、回復もなし、はい。アーマーは白アーマー着ない、裸ですね。裸一貫でいく。で無限にリスポーンします。はいはいはい、3分以内に倒せるから。はい、でスタヌさんの方はですね、キャラは自由、うん、で赤アーマーと金ヘル着ていただいて回復もあり、回復あり、回復なしだ、ごめん、回復はなし、ごめんなさい、うん、回復はなしですね、うん。で武器はセンチネルのフルカスタム。おお、三発で、はい、アビリティも OK です。アビリティも使える、何でも OK。 ああ、まあ武器がセンチネルカスタムなのと、回復をしちゃダメっていうだけの、うん、なるほど、そうだね。バルキリーでいこうかな。武器捨てて裸もちょっとガチでやると多分俺勝っちゃうんだよこれ。ちょっとあんまガチすぎないようにバルでいきます。ちょうどいいかなと。3分この上で耐えればいいんですよね。そうです。もう準備できました。どうですか。はい、できました。はい、お、じゃあマーさん一言お願いします。一言、うん、スタヌさんへスタヌさんへ一言。はい、逃げんじゃねえぞ。スタヌさん、スタヌさんそれを受けて。あのでも3分間逃げるルールなんですよねこれ。逃げます。逃げます。すいません、あの逃げます。そういうルールなんで。お願いします。はい、それではじゃあスタイリッシュヌーブさん討伐チャレンジスタートでございます。はい、よし行くぞ。見える見える、逃げんじゃねえぞ。いや抜かれるよそんなことじゃ。やべえ、ほらもう行ってるもん。やばい、センチ出る、抜かれる、怖いな。マスターと大丈夫。よし、もう死んでる。もう落とされたの。はいや、あーごめん、間違えた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 、向こうになってる。間違えた、間違えた。よいしょ。すげえ、すげえ、帰ってもらいます。さあ、マーが登る、登った。うますぎる、うめえ。あーうめえ、失礼します。あ、やべえ、ガチっすねこれ。やばい、これガチっすね。ガチなのにやってきましたねこれ。全然当てられないじゃん。誰でいってもこんなもんなの。すごい、あ、めっちゃ当たりそう。あ、やばい。ナイスナイス。くそー、やばい、やばい、あと1分だよ、あと1分、あと1分。すいません、これ逃げます。やばい、やっちゃった。逃げちゃいますよ。勝ち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 。やばい、逃げた、くそー、降りてこいや。敵を粉砕する、降りてこいや。木がね、まのガチなんですよ。木が半端ないですよ。いけ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 、木がガチやった。やばい、かかると大切だ。よっしゃー、これもバルキリーなんで、あのバルキリーなんで、地に足つけるわけではいいんですよね。おい、逃げんじゃねえよ。気になんで。3、2、1、終了でございます。もうガス落ち、もうガス落ち。
ガチじゃないですか。嘘じゃん。スタヌさんの、逃げが成功しました。マジか。すげえな。マジで。センチネルだけしか持ってねえのに、うん、的確に当ててましたねやっぱり。マジか。コメントでさっきはもう、まあ、多分まあ。関さんがもうこう圧倒的不利じゃねえかって、かわいそうだって。今ズルメガネ一択。ズルじゃない。ズルメガネ一択。怖いんだけどもう。手のひら返しやば。地面だって言ってたの。ズルメガネ、セコメガネ、逃げメガネ。いや逃げるもうだから。もうやばいもんこれ。逃げるですからね。はい、さあ続いては、うん、リムジーで毎回やっておりますおなじみこの企画、はい、題して。最後まで生き残るのは誰だ、バトロワ個人戦出た。これはもうガチのやつですよね。最近毎回やっております、ね、まあ一人ずつでのソロバトロワっていうのは、まあ、他の大会とかでもあるんですけど、うん、MG バージョンはもうランドマークを一つに絞って、はい、マップの中の一つの街に全員で降りて、うん、そっから出ちゃダメっていう、うん、面白そうでやっております。普通に面白いけどこれ、はい、もうそれ以外は何にも条件はないです。なるほど。好きにやって最後まで勝ち残った人は勝ち。なるほど。誰使おうかな。いや、ピックから勝負決まりますからね。個人戦は。そうですよね、絶対。ローバかな。普通にやるのももちろん楽しいですけど。ローバかな。うん、これカスタムマッチがね。そうですね。ブシパグルは、うん。今回のチャンピオンを紹介します。なるほど。なるほど。ガスロジなんですね。なんで一人だけボロ見えなの手の内がどっち行ってんだ。うっかりなんかどこどこ何々って言いそうだから来んなよ来んなよ。極力黙ってるこっち来んなよ。やっべえかぶってる。あやばい。どうですか。あーやべえ逃げたらやばい。プラウラが来る。プラウラめっちゃいる。来なくていいよ来なくていい。武器もねえし外に放り出されたら餌食ですからね、プラウラーの。違うゲーム、これはもう違うゲーム。やーだジュラシックパークだ。待て待て、プラウラー。違う違う、プラウラーにやられる。違う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 。敵がめちゃおるやん。自然だー。違う違う違う、プラウラーにやられる。さっきの俺殴るボタン配置にしてる。あーぶねー。あ、プラフラーやられた。プラフラプラフラ最悪プラフラにやられた、もう嫌や。あれ痛い死んだよ。さあどうなるんだこれ。あおお。あいた。逃げてる。めっちゃ絡まれてるっすね。あでも残るから。あっ来た来た来た今度。そんないるんすか。ゲーム変わってるもん。あやこれ競技性高いっすわ、このモード。競技性高い。あの売るとプラウラーにキャンセルされるっていう。これあやばすげえ。このエイムやば。これ e スポーツですね。これ e スポーツやばい。名言出た。やっぱしっかりスタラさん取ってったな。みんなプラウラーにやられてった。あの距離ちゃんと当てる。みんなプラウラーにやられてった。というわけで最後まで生き残った勝者はスタムさんです。すごい。ありがとうございます。間違いない。いやなんかでも一番キル取ってんのプラウラーですからね。言うてプラウラーはマジやばい。プラウラーの漁夫やばい。いきましょう。ローバー使ったろうかな。ローバもありね。ローバちょっと良さそうな。うん、もう一回やりましょう。いやローバね、これミュートにしてるけどね、ローバ弱かった。やめた方がいい。何にしようかな。なんかあんま強くないやろ、ローバだけ買った。俺ランパートあれやと思うけどな。キャラどうしようかな。スタナさん今ローバーいい感じでした。いやもう最強っすね。いやもう絶対使った方がいいっす。メタはローバか。メタローバ、まあ、でも物資取れますもんね。そうだよな、武器も選べるし。どうしようか。なんかめっちゃ嘘つきメガネってきてる。なんで嘘つきなの。いや最強っすよ。ミュートでローバ弱いって言ってたぞ。ミュートの時にローバ弱いって言ってたって。めちゃくちゃ嘘つきメガネきてる。怖。めちゃくちゃやべえ、これ騙されてんなこれ。あぶねえ。この顔は嘘だってなった。なんか心読まれてるみたいで嫌っすね。すげえ。あれ。
あれみんな帰っちゃった。おーい、おっもしかして今のは谷さんかな。暗殺者いるっすねこれ。わかんないっすもん。あ、いた。うわそこまでしますか。これは俺は混ぜてもらいますわ。混ぜてはっ、やばいやばいやばい。うおあーおーすげーここここ、あーあー逃げられた。めっちゃ逃げられた。早い逃げんの。ちょっと立て直しますか。あー、ここいますよ。ペロッペロッペロってきますわ。あ、ペロってる。完全にペロってるから。あ、悪いっすよこれ。俺ペロ中のペロですよそれ。あ、まあ、はい、あペロっすわこれ。お好めペロリンチョだ。ナイス。あ、来てる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 。あ、上にいる。上取ります、上取ります。割れてる、割れてる、ブラハ。ここにいる、ここにいる。回復します。逃げた。どこ行った。ちょっとどうもありません。あ、ナイス。変わりました。ナイス。ナイス、ナイス。強っ。来てるな。足100。来た、来た。あと一人です。あー、そう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 。こう。やべ、あははは。見たことない声。声高。勉強になりました。あと雲の使い方とか、雲とかね、邪魔させると。ペロリ方。ペロリ方ね。ペロリ方覚えたな今。誰にも言わずにペロるから。あ、もうこれペロっちゃいましたね。ペロね。いや、ありがとうございました本当に。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。この番組どうでしたか？また本当、また呼んでください。ペロリ会いましょう本当に。あ、ペロリ会いましょう。やった。楽しみです。ちょっとあの僕もちょこちょこ配信始めたんですけど。はい。いつかペロってもいいですか。あ、もうぜひもうペロりましょう。やった。ぜひペロらしてください。意味がわかんない。全然わかんないですよね。いやでも同時配信見たいですね。はい、ということでスタイリッシュヌーブさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。